あ、上がるんだ。映り悪いじゃん。口紅。OK。見てないでしょ、こんな急につけて。それがうちは見るんですよ。みんなずっとラジオなんかつけっぱなのかな。はい。通知が行くから、あの見てるの来たよ。コシさん。こんばんは。コシさんわかるでしょ。ん？コシさん私初めてじゃない。違うわ。はははは、はい、ははしてください。はははは。はははははは。やば。マジ酔っ払いだ。はい、じゃあ行きますね。とりあえず。はい。48分。はい、行きまーす。セックスカッタ、イッツ。ねえ。雑だな、もう。ちょっと待って。はい。うん、じゃあ行きまーす。はい。ナッツ。はい、待ってよ。うん。え、声やな。素晴らしいね。ジュンさん。レオだ。レオ。森本レオ。見てるか聞こえないよ、俺。Thanks God, it's Friday! TGIF! ということで、時刻は7時を回りました。本日もセンベロカリンへ皆様ようこそ。いらっしゃいませ。ちょっとごめん。はい。あのさ、うん、あの、音のテストと本番の差がすごいわけよ。割れ割れなく、割れ？あ、割れてる？割れすぎてるから。嘘？もう一回ね。あ、分かった。え、待って待って待って、じゃあちっちゃくしてよ、私のマイク。違う、だから。そのためにほら、さっき喋ってもらった。あ、そうなのね。そうなの、分かった。私、この音量で行くから。うんうん。もう全然違うからさ。この音量で行きまーす。もう一回、はい。カリン、行きまーす。いや、これより全然大きかったからね。嘘。うん。じゃあ、こんな感じで行きます。もう一回。こんな感じで行きまーす。オッケーオッケー。シーチさん、頑張れ。いや、コシさん、そういうの好き。いや、私、わかる。いや、コシさん、とっても、そういうの、いい。はい、じゃあ、行きますよ。はい。ごめんね。はい。Thanks God, it's Friday! TGIF! ということで、時刻は7時を回りました。本日も皆様、センベロカリンへいらっしゃいませ。お相手は、センベロカリンオーナーのカリンと、山内でーす。イェーイ大丈夫？今日、あれだね。まあまあ、マスクも、こう、40ぐらいにしてるけど、あ、40してるんですよ。お互いですね。咳込んでて。いや、私は、あれなのよ。ただの、二日酔いですか？いや、違う。ただの二日酔いです。やっぱり。はい、二日酔いです。しょうがないよね。もう、声もさ、はい、私、本当に小学校の時からこんな声だけど、はい、やっぱ二日酔いね、先開けちゃうでも仕方ないよね。何？マイクさ、だから、最初でさ、時間あったんだからさ。毎回する、これ。はい、ほら。あ、オッケーオッケー。あ、ほら。時間あったんだからさ、うん、ちゃんとして。分かった。ごめん。はい、ごめんって。
今日はね、うん、あれなんですよ。センベロカニ初の収録。初ではないですね。ほんま？はい。なんで、こういう、え？唐騒ぎはあるけど、センベロカニ初めてで収録。このスタジオは初めてですね。え、向こうでやったっけ？はい。あ、あるか。最初は収録でやってました、ね。ああ、そっかそっか。はい、嘘ばっかり。はい。嘘ばっかり。ほんとね。うん。何をおっしゃってるのかなと思ってます。今日ね、普通にね、水曜日だからね。あ、そうだね。なんかいつもの金曜のテンション、ほどはなんかやっぱ行かないのかもしれないね。行かないですね。うん。はい、わかります。あれ、金曜日ってもうさ、この後の、うん、もう明日のことを考えずとも飲めるっていうさ、はい、あのテンションでいけるけど、めちゃくちゃ水曜日やからな。そうだね。うん。明日めっちゃ木曜日だからね。そのまま。明日も会いますしね。本当、明日はね、お昼1時から2時までね、うん、悩めるママのからさぎっていう番組で、またヤマピーと会うんですよ、はい。そうですね。週に何回会うねんってな。だからね。本当ですね。はい。ただね、最近僕もからさぎも出れてないので、どうですか、最近、カリンさんは。いや、うん。え、あ、そうよ。先週だから、うん、私なんか虫食べることになってから。あ、知ってる知ってる。それはもう出てたからさ。そうだ、虫を用意しないといけない。明日か。いやいや、明日、いやいや、もうそこら辺で取ろうとすな。そこら辺で取ろうとすな。せめて食用のさ、お店のサイトとかあるじゃん。だから間に合わないもん、明日。いや。食べれるようして。エビにしよう、エビ、エビ。エビ何も罰ゲームにならんじゃん。エビでいいじゃん。だから罰ゲームにならんじゃん。でもよく見て、気持ち悪いよ、あれ。足がうじゃうじゃして。まあそうだけど、美味しいじゃん。美味しいね。うん。うん、ダメです、そんな。ダメか。はい。畜生。だから、階段とかにも落ちてるので。いや、もう本当にやめよう。マジで気持ち悪いなぁ。ごめん、故郷の電波で気持ち悪いとかって言って。大丈夫ですよ。本当に嫌だ。本当に嫌だ。ムニムニ系は特に、もう本当にもうできるだけ、甲殻類よりで。でも、あれだよ、結構やっぱ自然な流れで、やっぱり、食べ比べっていうのが出てくるんだよね。あ、美味しいって私が言うじゃん。うん、いや、流れで、え、本当って言って、山 P が食べる。なんで俺は食べないし。道連れです。いやいや。はい。まあ、遅刻した人が悪いのでね。はい、そうなんですよ。まあ、私が遅刻、まあ、無断遅刻したら、もう次は虫を食べるっていうね。そうそうそう。うんうん、あれさ、俺、要はね、あれしか見てなかったわけ。うん、もう、打ち合わせだったから、うんうん、音声は聞けなかったんですけど、うんうん、原因は何なんですか？あのね、ごめん。ちょっと鮭とば食べながらなんだけど、の、はい、朝一から、まつげ X ってこれよ。これ予約してってんやんか。うん。で、うん、まあ一応私は12時、まあ、20分までは出なきゃいけないですってことも伝えてたわけ。はいはいはい。でも2時間半かかると。うん。で、まあ、ギリギリだと。はい。結構急いでくださってたわけよ。で、もう、で、ちょっと怪しいなって思ってから。はいはい。今何時ですかって言ったら、あ、もうあと5分でありますって言った時にもう2時、12時半だったわけ。はいはいはい。で、裏添え。ああ、まあまあギリだね。そうなの。5分で終わったらね。そっから、うん、終わったのが42分。もう確かに。うん。ダメじゃん。もうダメだよ。うん。もうその時に私はもう、こくりと首を縦に振って、うん、もう、虫だと。あ、だからで連絡もせず。そう。偉い。偉いでしょ？普通連絡するよ。もう意識めっちゃちゃんとしてるからね。なんか、もう一応初回みたいに酔っ払ってとかちゃうから。偉い偉い。もうめっちゃ時間気にしてのあれだからね。あ、じゃあさ、うん、せめてじゃあ分かった、うん。ちゃんと食用の虫にする。うん、いや、もうほんと頼ますわ。本気で俺、取ってさ、ヒーダー振ってあげようと思ってたから。ね、ほんとに。ちゃんとさ、一応食べれるのは調べようと思ってたから。虐待だからね、虫。いや、虫は別に虐待も別に来るもんね。生物保護区域だから、ここ。一応さ、調べたら、カナブンはギリオッケー。うわー、きつい。無理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 。てか、肉厚はやめよう。肉厚は。肉厚はやめよう。肉はダメだよ。肉ってこう、食いちぎるやつだから。あんな、ドロって出たりしないから。いや、お食事中の方いらっしゃいましたら、ほんとすいません。
でも私のね、覚悟もあるんだよ。本当に分かってながらも本来は。そう、偉い。これは偉い。連絡すれば、逃れるわけだから。うん、確かに。偉い。もう、あえてしなかったから、ね。さすが芸人。芸人ちゃうね。誰が芸人やねん。はい。ということで。綺麗どころだぞ、どっちかと言ったら。あ、今日お綺麗とか言われてましたね。嘘。あの、ほら。あら、いや、嬉しい。見る目が違うわ。皆さん、変わらずお綺麗でって言われておりました。はいはい、嬉しいです、ね、うん。見てて、私、マジでこっからまたちょっと綺麗になるから。あ、そうなんですか。うん。なんで？もう今ね、もう何もしないから、自分のこと。ほんとね。え、どういうこと？こう例えばエステ行ってみたりとか、はいはいはい、お肌なんかあのフォトフェイシャル行ってみたりとか。フォトフェイシャルって言うんだ。まあまああるわけ、今ダーマペンとかこういろいろね、こうツヤを出すやつとかあるねやんか、うん、マジでも顔面整形したら思ってるからいいね、マジ整形してみる。今度のさ、罰ゲーム整形しよう、うん、いやいやいやね、もうおかんなくてそれはさすがに整形は嘘、ごめん。あのね、じゃあさ、分かった、うんうんうん、整形するとしたら、うん、一箇所どこしたいですか？整形もしやるとしたら一箇所だけ。包茎。あ、顔包茎はさすがに俺はできんだろうあれやろうよ、あのこの糸リフト、ヒアルロン酸の糸を入れるやつとかってあれ整形じゃなくてこう吸収されるやつなの。で、中に入れることで、この、そうそう、金のやつはあれ、消えないやつ。本当に引っ張るやつね。私が言ってるのは、消えていくんだけど、肌の中にヒアルロン酸とかを入れるから、そこからだんだん活性化していって、外の、あの肌がね、綺麗になるってやつなんだけど。あ、じゃあ罰ゲームはそれを俺がやるにしましょうか。いや、もう、もう、死亡事故。事故だよ、これは。うん、この返し面白いよな。いや。今の事故じゃん。今、死亡をかけたんでしょ。あ、すごいね、すごいすごいな。すごいよね。待って待って。ごめん。なんか、落語家みたいな話してるやん。ちょっと待って。1ミリも考えてました。勝手にかかってたわ。天才だな。天才だな。すごいな。これができれば天才だ。すごいね。うん、なんかありがとう。はい。はい。じゃあ、それで行きましょう。はい。はい。して、なんだっけ？うん。そうそうそう。おきれは、じゃあ置いといて、はい、とりあえずですね、うん。今日の、うん。トークテーマというか。はいはいはい。まあ、基本フリーなんだけど、うん、なんとなくこれで行くよというのを。そうだよね。言いましょう。なんか、さっき何したあ、何でもいいのでおすすめ。おすすめの、まあ、皆さんでもね、県外に住んでらっしゃったら、ちょっと、何の話やねんってなんねんけど、うん、まあ、おすすめのお店とかさ、おすすめのグッズとかさ、おすすめの人とかさ、これ買ってめっちゃ良かったでみたいなとか、ある、はいはい、皆さん、なんか、今、100均とかでもさ、すごいのいっぱい出てるやんか。これあれですか、グッズといえば、うん、なんか、18金とかでも OK なんですか。あ、ちょっと待って、そし聞きたいかも。そうなの。ちょっと聞きたい聞きたい。そういう情報は私ちょっとね。なうん、ないんですよ、ちょっと、なかなか。あ、そうなんですね。うん、なかなかないんですよね。今ですね、ツイキャスもやってるんですけど、うん、今いる中で、うん、そのスケベなのはコッシーさんですかね。コッシー。食われてしまいそうだよって思ってるやん。ははは、ごはんも帰れ。山下さん元気って。元気。ね。はい。もう面白い。もう暑いですもん、だって。大丈夫？笑いすぎて。熱じゃない？普通に。風。明日大丈夫かな？マジ？そんなにしんどい？ちょっと。そうでもないです。大丈夫、大丈夫。熱ないの？熱はないです。一切。乾杯。あ、忘れてたね。そうだよ。だいたい喉痛い時はこうやってアルコール消毒しとけばどうにかなるんだよ。うん。で、ちょっとはダメよ。グビグビって、もう死んだかのように寝るっていう。何すか、その変な民間療法的な。すいません。やめてください。ね、もう荒治療だね。僕は真面目なんですわ。はい、だからね、はい、おすすめの何かを教えてください。うん、皆さんおすすめの。あの、人とかもいいし、ね。食べ物、お店。はい。
はい。なんだろう、季節柄。はい。私、ちょっと自慢したいことがある。おー、何ですか？もうこれなかなかそんなのいけることないから。はい。自慢したいことがあるんですけど、うん、まだおすすめになるかどうかっていうやつです。お、まだ、まだ行けてないですね、はい。東京にちょっと出張があって、ね、うん、その時に、すっごい、あれ読んでる？で、すごいさ、うん、東京の時にね、まあ、いっぱい美味しいご飯屋さんとかあるじゃないですか。はい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 、で、まあ、前からちょっと聞いていたお寿司屋さんに行けることになって、実は、はいはいはい、それが、銀座にある清田っていう、銀座の寿司？うん。もう、うまいのやつ、本当に。やば。やばいよね。うん、ちょっと経費どうにか落ちるようにっていう、うん、あれなんですけど、予約取れたんですよ。そう。今から？今から、うん、来月なんだけど、井川元隆さん、わかる？全然知らない。あ、わかんない。井川遥香好き。うん、私も井川遥香が好き。元隆さんはね、おっさんだからね。ちょっと調べてみてください。とっても面白いですよ。いろんな方向から政治だったりとか、経済だったりとかを、ね、喋ってくれる人で。うん。がなんかテレビかなんかで紹介したのかな？で、なんか、そう、行きたいけど、そんなのね、行けないし、もう、敷居も高ければ、予約も取れないと思ってたのが、取れたので、うん、ちょっと、行ってくる。写真送ります。いいね、ミシュラン、星いくつついてんのかな？ 2 つかな？出た？すごいいいな。出た。やばいぜ。わかんない。あ、そうなんだ。すごいんだ。なんかね、よくこう、キューベとかはさ、あるけど、やっぱり美味しくって、やっぱし、うん、まあ、そんなにね、知られてないお寿司屋さん、多分いっぱいあるんだよ、東京とかって。そうだね。うん、高いとこね。そう。時価とかね。うんうんうん。ミシュランはタイヤだよ、タイヤ。どういうこと？何？ミシュランっていうメーカーがあるの？ありますね。あるんだ。はい。うん、まあ、ちょっとじゃあ、まあ、ちょググって。ググってみて、ゴーさん。はい、じゃあコメント紹介していきましょう。はい。コッシーさん、こんばんは。こんばんは。フリーダムナイト、ワッチーさん。うい。はい、今夜もよろしく。よろしく。ナルトラ。今回は収録なんですね。そう。つるはんさん、カリン行きますということですね。カリン、そうそう、アムロ行きますのね。カリン行きますって言ったんだよね、さっきね。つるはんさんは知ってる方？私はお会いしての初めましてかな。ねえ、初めましての気がしますね。うんうん。乾杯。コッシーさん、カリンさんに認知されるように頑張るぞ。いやー、こういうコメント好き。うん。はい。基本、女王様なんでね。いやいや。姫なんで。いや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 。皆さん、扱いよろしくお願いします。いや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 。そう見せてる。そう見せてる。ブランディングです、こういう。ブランディングです。あ、そうですか。はい。これね、少しさ。成功してますかね。成功してるかな。でも、これでめっちゃド M より S の方が良くない？あ、僕は基本だからド S なんで。問答無用でド M しか好きではない。なるほどね。はい。どっちが面白いんかな？どっちでもいけるかな。どっちもいけた方が面白さはあるんじゃないですか。うんうん、ただいつもってさ、かなちゃんがいるから、なんか私が S 側になんか、そうですね。行くだけで。うん。S 側にでも普段もそこまで行ってない。あ、行ってないね。うん、確かに、本当の S の人はね、振り切ってきたね。確かに。はい。で、埼玉のごさんも、こんばんは。こんばんは。うん。埼玉のゴーさん、そしてひふみさんも、こんばんごくんちゃん。ごくんちゃん。はい。乾杯ということで。乾杯。今日はせんべろかりんの収録でございます。はい。ぜひコメントでも皆様のおすすめ何かありましたら、何でもいいです。人物、食べ物、アダルトグッズ。あ、ほら、ひふみさんもベテランが来たから、ベテランが。あ、ベテランなんだ、ひふみさんは。ひふみさんもドスケベだから。なるほどね。もう、はい、ドンキホーテにの重鎮なんだな、今日は。ひふみさんぐらいになったら東京書店です。書店、はい、書店って何？え、東京書店わからないですか？わかんない。茶谷にありますから。うん。ちょっと行ってみてください。おう、あ、そういう、専門店？できれば、本当は、うん、
あの、うん、ちゃんとお相手を作ってですね、うん、行った方がいいです。ええー、そういうお店なんで。ええー、はい。すごっ。いろいろ売ってます。ええー。ゴーさん、なんで急に、お酒から、お酒からの、じゃあ、ゴーさんのおすすめとこう。うん、うん。シマービール、芋焼酎、白ワイン、天下。なんか、女性にはちょっとね、わからないわけよ、これは。あ、でも俺も実は一回も使ったことがないので、わ、うん、かんない。私の周りも聞いたことない。ね。うん。でも、なんであんな有名なんだろうね。なんだろうね。なんか、プレゼントとかで、ね。あのさ、多分、その、PR がうまいんじゃない？うん。形とかね。そう。色合いとか可愛いしさ。で、なんかさ、なんだっけ、ゴルフコンペの商品とかで、なんか、なんかライトなんだよね。うん、その、ライトにしても。確かに。確かに。ピンローと同じぐらい。ピンローって何？あ、ごめん、ちょっと待って、わかった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 してピンローですよ。だから、あれと、全然。同じぐらいライト。うん、私からしたら、メンズのやつは、ワックスぐらいライト。ワックスってあれやん。めっちゃカラー。かわいいさ。髪のワックス？そうそう。うんうんうん、紫とか、うん、水色とか、うん。あれぐらいのレベル。あ、だからピンローと同じぐらいのレベルってことでしょ？そのレベル、このさ、あの、なんていうかな、ごめん、ちょっと、あの、何？はかりが、ヤマピーのがバグってるから、なんか、私のはかりで言ったらちょっと全然違う。あ、そうなんだ。はい。違うんだね。はい。ごめんね。まあだから、うまいんじゃないかな。上手だよね。うん。なんか、やらしさ感じないじゃん。カジュアル。感じない。カジュアルだからさ。上手だと思う。すごい。ゴーさんさ、ワイフと出会う前、天が月一で飼っていた。あ、月一なんだ。俺、初めて見た。え、月一なんだね。やっぱ、あれに、頼りたくないっていうか、なんていうのかな。怖い？慣れちゃったら怖いよね。そうそう、怖い気がする。確かに、確かに。なんかさ、ドラッグストアとかでも、うん、普通に並んでるじゃん、こう。で、ドラッグストアとかで、まあ、そのエリア。あ、そうなんだ。が、なんか、まあ、コンビニでもそうだけどさ、コンビニ売ってないか、さすがに。コンビニは、あの、コンドームでしょ、うん。なんかそのエリアに売ってるじゃん、ドラッグストアで。あるわけよ。へぇ。だからどこで買ってるのかってちょっと気になる。なんかドラッグストアでさ、普通にその、備えてない、うん、お姉さんとかおばちゃんとかがさ、はい、持ってこられたら、一回顔見るよね、こう。ある意味プレイだね。うん。って考えたら、そういう専門店で買うならばね、いいんだけどね。確かに。うん。これ、ちょっとね、気になる。あ、こんなとこで買う人いるんだって思っちゃう。そうだね。うん、思っちゃう。ちょっと見たいね。うん。イフミさんおすすめ。はい。ジン、ラム、バーベキューかな。ポッチギ。ほう。人肌こんにゃく。なになになに？ポチギは何？なんか韓国の食べ物？ポチギってあるじゃん。なんか、ポチギってあるよ。なんだっけ？うん。ポチギなんだっけ？なんだろう。食べ物じゃない？そう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 。食べ物ですけど。ソーセージ、ほら、ちょっとピリ辛の。へぇ、はい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 。ひふみさんが、前のナルトラのね、フリムーンのバーベキューの時に、はいはいはい、ポチギとこのキュウリとチーズで、うん、振る舞ってくださいましたよね。美味しいよね、あれ。美味しかった。うん、それそれそれ。美味しかった。初めて私は、食べた。なんか沖縄の、なんか、あれなんだよね、昔からある。あ、そうそう、ありますね。うん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 。え、ナイチンも売ってるでしょ？いや、私は見たことない。マジ？買ったことない。へぇ。うん。え、人肌こんにゃくは何？人肌のこんにゃく？ちょっと温めて、こんにゃくを。うん。穴開けて。うん。突き刺すの。え、やばいじゃん。え、これ流行ってんの？なんか最後に、なんかオチ持ってくるみたいな流行ってんの？これ。なんか最後にピンクみたいな流行ってんのかな、なんか。流行ってんのかな、うん、きっと、その次、うん、そのうちナルトラのが来るでしょうね。なるほどね。はい。うん、じゃあですね、はい、ここで一曲お送りします。はい。はい。一回ちょっとあれして、うんうん、ちょっと待ってよ。止めて、じゃあ飛んだから、そうね。はい、じゃあそのまま行きますよ。栃木なのか、はい。はい、お送りしております。センブンカリンでございます。ます。
はい。ますます。で、今日はですね、おすすめ、うん。うん、おすすめ。なんかありますか？ね、私も自分で言ったながらに。でも最近、感じでいいと思うんだよね。もう、おすすめって言ったら幅広すぎるから。うん。最近の、なんか、あ、これいいな、みたいな。私、純粋に、おすすめというか、純粋に、修正テープおおおお、何あれするやつ最近ほら、修正ペンじゃなくて、ピーって横に。あれ、紙ってない？あれでもさ、重ねたら、前のやつが剥がれるじゃないですか。うん。俺、あれうまくできないんですよ。うん。上手な人は、まあ、いいかも。なんか最近ちょっと書類にいろいろ書いたりとか、することが、多くて、ね、まず私、鉛筆で、シャーペンでさ、下書きしてから、書いたりするんだけど、ボールペンで。あ、そんなことするの？意外とね、意外とそういうとこ言い方なんだよね。だけども、もう文章がさ、もう、すんごい多いときはさ、やってられっかってなるやん、もう。なるなる。あれ、修正テープがあるのとないのと、まず気持ちの違い。確かにね、気持ちの違いと、やってもうた時の安心感、確かにあれ出た時はちょっと衝撃でしたよね、修正ペンはボコボコなるから、しかも乾いてない時に上から書いちゃう時わかる、あれ薬系だよね、懐かしいよね、懐かしい、あれ、高校の時とかじゃない、中高だね、修正ペン、僕とカレンさんも一世代ぐらいちょっと差があるので。いくつだって？僕49ですよ。49か。うん。本当だね。8年だ。8年、8歳上だ。あ、8歳ぐらいなんだ。うん、もっと開いてると思う。40歳。9歳だった。40歳？ 40 歳ですよ。あ、そうですか。うん。200の40歳です。あ、いいね。いいぐらいの年だね、うん。一番いいと思うよ。私、年々楽しくなってるもん。だからさ、これさ、うん、やっぱりその若い女性にどんどん発信してほしいね。何をそういうのを。ああ、なんかさ、若い女性って若いことが一番いいみたいな、男もそうだけど、はい、僕もやっぱり年を重ねるにつれ楽しいんですよ、面白いし、だからその辺ね、発信していかないといけないですね。なんか、ね、まあ、おすすめっていうのにまたちょっとつながりはするんですけど、はい、YouTube で、中田あっちゃんの YouTube、結構自己啓発が多いんですけど、めちゃくちゃ面白いの。で、なんか結構やっぱピンポイントでぐさって刺さる内容だったりとか、例えば40歳になったらこれをやれと、みたいな。を、こっちまとめてくれてたりとかして、ちゃんと理論付けも納得いくものだったりとかするの。例えば、あちゃんの YouTube がおすすめっていう意味なんだけど、はい、プラス、はい、40代の話なんだけど、先日聞いたのは、ちょっと、まあ、ちゃんとまだ落とし込めてないかもしれないから、ちょっとサクッとですけど、はい、まあ、40代になって、まあ、今から始めるのに、とか、やっぱ言うじゃん、こう、もう今更とか、いや、20代だってやってたわ、とか。だけど、10代はさ、そもそも何も分かってない。分かってない。もう未来も何も分かる。今を生きるみたいな。で、20代は、ちょっと冒険はするものの範囲が狭いから、やっぱ、世間知らずじゃん。で30代は、ちょっとやっぱ挑戦するんだけども、やっぱ打ちのめされたりとか、人のね、付き合い方を学んだりとかする。で、やっと40代でスタートに立ってるんだって。そう、だから今やなんかっていつやんのみたいな。やっと、20代、30代で、また競馬だったら、やっとこのスタートに立ってる感じ。パカって、わかる、こう、パカって開くまで。あっちもいいんですけど、あっちゃんが競馬に例えたんだろうね。例えてた、そう、ここ。パカって開く前でさ、みんな練習してきてるじゃん。わかる？で、レース、今からレースやでっていう時に、そっからレースやでって言ってみんなスタートバーンって、ね、なった時に、いやー、ちょっとあれとか言わないじゃん。もう行くしかないみたいな。行くしかない、ね。行くしかない。うん、っていうのが40歳、40代だと。確かに。で、確かにそうだなって。だから私は今でも自信がないことってたくさんあるけども、
ちゃんと20代、30代やってきてるから、うん、40代はもうどんなクオリティでももう挑戦するしかないんだなって思った。確かにね。もう今しなかったらそれがどんどんもう遅くなるだけ。もう諦める、うん。もう今まではやったんだからもうね。うん。そうそうそう。確かに。なんかすごいしっくりきたなとか思った。本当ね、そういう意味でもう、やっぱり、その新しい挑戦というのを、うん、僕も49ですけど、うん、ちょっとやっていきたいなと。うん、うん、恐ろしいですけど、いろいろと。うん、やっぱね。うん、はい。うんうんうん。だから、そういった意味では、うん、最近僕はこの人生、面白いなと思うよ。このタイミングでこれ来るんかみたいな。そう。こう全然違う方向から来たりとかね。そうそうそう、そう、ね、うん。で、今、僕49にして、まあ、離婚して、うん、で、彼女ができて、うん、この彼女がもう最高なんですよ。うん、で、はあ、この出会いとかを見てたら、やっぱ俺の人生って面白いなと思うもんね。うん、紆余曲折あって。うんうんうん、でもほら、前の、その嫁との子供のさ、うんうんうん、かわいいわけよ。うん。人の話聞いてもらっていい？聞いてる、聞いてるよ。聞いてるよ。伸ばすか今これ。フワちゃんみたいに爪かわいくないっていう、この爪かわいくないってやったわけ今。ごめんごめん、や爪かわいいって言ってた。俺、兄弟だったら、デコピンみたいな。聞いてます。だからね、うん、そういうの感じますよね。うん、40代だろうが50代だろうがやっぱ人生楽しいですよ、うん、しかもさそうやって言ってるのがやっぱ基本的に前向きなんでこうちょっとなんだろう、うん、チャレンジャーというかさ、うん、チャレンジを楽しむタイプじゃん私たちなんかそうね、もう環境を変えたくないみたいなもう変化を嫌がる人もいるからでもさほぼ本当は変化嫌がるんだよ、うん、脳みその作りで、うん、うんうんうん確かに ね、うん、言われてるよね、うん、基本的にはそうだよねそうよでも、私はね、うん、なんなら自分が見えてる世界が、もう全てじゃないってことも、そもそもがあるからさ。はいはいはい、お、来た来た来たみたいな。はいはい。うん。っていう、もう、常に、improve myself っていう感じです。なんで急に英語になったのか。どうしたのどうしたいのしかも大してな、英語も喋れるくせにな、あ急に。なんでインプルーブなんインプルーブ、なんだ。自己成長みたいな。あ自己成長。自分自身の自己成長をするのが楽しい。はい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 。うん。いろんな経験してっていう、そう。裏にはあるっぽいですね。ね。うん。だからセミナーとかも私全然行くしさ。ああ、僕も好きです。ね。うん。だけどやっぱ嫌がる人もたくさんいるからね。自分にはこれ必要ないとかね。確かにね。うん。いかんとわからないね。てかまあ、まあでも楽しんでる勝ち組じゃないですか。楽しんだもん勝ちなので。そうですね。皆さん、私たちね。皆さん、私たち。なんか、ちょっと、そういう感じも、そうでもないですけど。いいわこのグダグダ感いいわ好きだないい、ねうん、じゃあちょっとまたコメントいきますはいリュウミさん、はい、ホチキスライスしてレタスと一緒に塩コショウして、うん、醤油で香り付けしてみて、うん、あ絶対美味しいやん絶対美味しいねえ絶対美味しい結構塩分があるやんはいはいホチキって、うん、あれをレタスで、ま、そうレタスとね水分でちょっといいですねそして醤油で香り付けしてこれ辛くなりすぎないかね塩コショウに醤油塩分言ってるのに結構濃いなちょっと痛風気をつけなきゃ、はいうん、ゴーちゃんが、うん、修正テープってちょっと間違えるとくしゃくしゃになるよなわかるわかるよ、うん、みんなあるあるだねこれはね、うんうん、で爪きれいだなあそれでそうそうそれで、うん、ちょっとフワちゃんみたいに言ってみたひふみさんが最近の YouTube のおすすめはライアン・スズキだそうです。何系ですか、ね、うん。YouTube 見てる？あ、見てますよ、結構。何系見るの？
僕ね、アメバと、うん、アメバのあのニュース、はいはいはい、いろんな討論するやつとか、討論のとかちょっと見たいな、私も勉強したい。最近さ、その話題になってるニュースとかがあるとするじゃないですか。うん、それの、うん、その討論とかが結構見ます。面白いわけ。え、送って後で。あ、いいよ。ね、昨日見たのが、うん、なんだっけな、その、クルド人が、うん、今、埼玉、そう、埼玉の川口で、うんうん、割と多くて、うん、移住者が、うん。ただ、彼らは、その、不法まではいかないけど、不法滞在みたいな、ことをしてる人たちも多くて、うんうん、住民が不安になってて、うん、自警団が作られたと。自警団って何？その、要するに地域の人たちが、あ、もう民間で協力して、はい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 。それの是非を問うみたいな。はあ、面白いわけ。そういうのを見てます、ね。あ、でも聞きたい聞きたい。で、これが、結構前なんだけど、ひろゆきが、うん、基地問題のことをやってたさ、うん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 。あれ面白いよ、見てほしい。結構ね、そうじゃない側の意見をバチって言ってるから。で、あのさ、YouTube 見てるときにさ、え、これおもろいって思ったら、ちょっと私に送って。はい、何時でもいいからさ。見れるときちょっと見たいわけ。はい、で、だって自分で調べるにもさ、うん、調べれんわけよ。内容がわからんから、そもそも。はいはいはい。そういうの送ってほしい。あれ、じゃあまず、ちょっと基地問題見てみてください。うん。うん、私、本当にちょっと今、政治だったりとかも、うん、知らない側じゃなくて、やっぱ知っていて、うん、自分で判断できる側にやっぱ行きたいなって思いが最近強くって、沖縄のさ、その、うん、いいとこ悪いとこ結構やってんだよね。うん。あと、ホリエモンも、うん。面白いですよ。沖縄のさ、いいことも悪いことも知ってて沖縄は未来があるって言ってたから。あ、私それ見たわ。あ、見た？うん、見た。あれ、よくない？俺めっちゃ感動して。うん、ホリエモンあれで好きになったもん。うん。今度、崎山さんと対談するらしい。あ、そうなんだ！いつ？いつ？これで、ね、多分来月、あ、これ言っていいのか？前か。来月放送されるみたいなんだ、うんうん。あ、もうしたんだ。うん。テレビ ?YouTube?YouTube YouTube で？そう。しかもでもすごいよね。あれしますよ。そうだよ、宜野湾でさ、やっぱ、普天間基地返還の問題がもう世界の問題じゃん、こんなのさ。うん、すごい。面白いよ。うん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 。送ってください。送ります。はい。あとはね、なんだっけ、都市伝説とか世界の不思議を言うやつ。はい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 。なんだっけ、極太ダイナマイトっていう。え、待って、下ネタ？違う違う違う。なんかさっきの話、ちょっと沖縄大好きさんとかも耳塞いでてね。ヤマピーが変なこと言うから。じゃあ、でも、要はね、うん、例えば宇宙の謎とか。うん、うん。都市伝説系だ。フリーメイソンとか。うん、違う。そこまで都市伝説に振ってないわけよ。うん。今の科学で解明されていることの、うん、最先端を教えますみたいな。うーん。要するに、今でもわからない海の謎とかを教えてくれるわけ。うん、あ、それはちょっといい豆知識というかね。そうそう、面白いんですよ。へぇー。これもじゃあちょっと送りますね、うん。教えるやつ。ありがとう。あと、今の流れで言ったら、あ、ごめん、アメーバってなんかアプリ取るの？普通に検索でできるの？うん、できるよ。あとは、今。アメーバじゃなくて、アメーバね。アメーバ？はい。アメーバ？アメーバって、うん、アメーバはこんなのでしょ？ミジンコみたいなやつ。アベマだって。アベマだってよ。アベマだよ。言ってるじゃん、ずっと、本当に。ヤマピーは。なんか最近私、この間お友達にさ、うん、まあ、ね、ネットフリックスの、はい、不動産の詐欺のやつが、うん、地面師って、いうやつがあって。ああ、はいはいはい。地面師って聞いたことある。うん、そう、だから、昔、積水ハウスの元が65億ぐらいの詐欺、うん。だからもうない、もう、売りに出てない土地を売るみたいなもん。やば。そう。しかも、これだからおすすめ。うん、で、私まだ今途中なんですけど、あと、もうちょっとで終わるからあれなんだけど、うん、面白いのが、はい、この詐欺集団が、例えば、人を、
調達する人、うん、本当に、計画組む人、うん、ね、専門知識ある人、なんか何する人の、本当になんか、ワンピースみたいな感じで、いろんなスペシャリストがチームになってんねやんか。面白いね。そう。これ何？じゃあ、詐欺集団を応援したくなる気持ちでいるの？うん、違う。頭いいなって、あーとか、こんなことが実際にあったんだって。リアルなやつ。そう。あ、面白そう。地面師で出たら結構面白いね。出てるキャストも、北村、なんちゃらっていう北村拓海さんかな、怪しい全然違う人の名前出た、ごめん。とか、じゃないっぽいな。だからキスキスキス、キスキスキスの男の人とか。石の卓球じゃないね。ピエール卓球？それそれ。おお。とか、うん。小池栄子とか。ああ、好き好き。小池栄子好き。とか、綾野剛も出てる。綾野剛、うん。でも、やっぱこう、面白いよ。ちょっと見てみて。地面師って、なんか聞いたわ。しかもさ、うん、多分、パーソナリティさんとか聞いたから、うん。やっぱ人気見たよ。うん、知らんのって言われたもん。え、知ってるけど、なんか、うん、なんか、地面師どんな字みたいな。そっか、急いで見た。急いで見た。いいじゃん、知らんで。へぇーとか言って。へぇー。で、この詐欺集団の人たちは、まあ、捕まったんですけど、うん、実際その莫大なお金ってどこに行ったのって言ったら、うん、多分ね、使い道がもう限られちゃうのかなって思ったんだけど、あのね、もう多分海外に流してる分も多分あるとは思うんですけど、うんうん、もう銀座六本木でバク、もうキャバクラでバク使いしてたとか、いいね、バカじゃないと思わない？マジで何に使ってんねんって、先に繋がること1ミリもないじゃん。確かに。でもさ、うん。そういうやつらだから犯罪してんじゃない？まあね、うん。そうだね。なんかバカだなと思ってた。基本アホなんじゃない？うん。本当に。でもめっちゃやってることめちゃくちゃ頭いいからね。そうそうそう。だけどほら、オウムみたいなさ。うんうんうん、あれ、オウムって知ってる？うんうんうん。心理教だよね。そう。うん、あの人たち、みんな東大卒とかさ、頭良かったんだよ。あのね、ちょっと頭の良さ違くない種類。だから、その先も、頭はいいけど、バカっていう。確かに。そうそうそう。ほんとバカだなって。で、どんだけお前モテなかったんだよって思うよね、なんか。確かに。ほんとによ。やっぱ私ね、キャバクラとか、うん、私も北新地で働いてたことあるしさ。はいはい、全然いいと思うんだけど、うん、ハマったら、一回やめって思うよね、なんか。まあ、ハマるのもいいじゃん、別に、うん。で、行くのも全然いい、楽しいしさ。うん、だけどね、あれにやっぱ埋もれるっていうところがちょっと、まあまあギャンブルもそうか。なんでもそうだね。え、どうなんですか？うん。ちょっとは、もういいよね、うん、今日話題2点3点しても。いいよ、全然いいじゃん。僕最近久々にキャバクラ行ったんですよ。うんうん、どこの？普天間の。おお。ほうほう。で、一応楽しいけど、うん、その、連れて行ってくれた方がハマってて、うん。はい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 。で、行ったんですけど、うんうん。その、通えばどうにかなるんですか？でもそういうパターンもあるから、うん、やっぱやめれないんだよ。なるほどね。うん。夢があるんだよ、やっぱり。夢はあるよね。うん。可愛かったんだよな。ねえ。ねえ。ねえ。いや、俺は。本当に男ってやつはよ、本当に。俺は多分ハマらないんですよ。うん、もうこれまで、この生きてきた中で。うん、スナックから始まり、はいはい、そういうのに一切ハマってないんですよ。はいはいはい。キャバクラもそうだし、うん、ガールズバー、はいはい、風俗。だから、オッパブね、はい。オッパブ、全然大丈夫なんですけど、はい、なんかさ、だからそこに見出してる人って、きっと、やっぱ疑似恋愛、うん、なんだろうなと。あとは、女の子をほっとけなくなっちゃうとか。自分がなんかしてあげなきゃ、みたいな、親みたいな感覚になっちゃう。でもそれって正直下心は絶対ないことはないと思うんですよ。下心はバリバリでしょ。うんうんうん。うん、
だから結局、うん、そっか、疑似恋愛だよね。でもさ、うん、結局誰に対してでもやってるわけじゃん。ね、あ、向こうはね。そうそうそう。だけど、これがテクニックなんじゃないですか？あ、うん、自分にだけやっぱそういうことを言ね、相談してくれるとか、うん、自分にだけやってくれてるって思う方もいて、ハマる人もいれば、うん、まあみんなにやってるだろうなって、うん、だけど、本当にこの、なんだろう、あの、うん、神髄のところで分かり合って本当に運命の人かもしれないしさ。はいはい、確かに。そうそう。そのパターンも来たりよね。あるよ、あるよ、全然あるよ。うん。それで結婚してる人なんか何人も見てるよ。その時は、いい感じの人いなかったんですか、うん、いつですか？キャバクラ時代。あ、いました。キャバクラじゃない、クラブです。あ、あの、クラブ時代は、あの、私は多分こうね、その夜のお仕事をする中でもドレスとかっていうのがなんかちょっと苦手じゃないけど、うん、なんだろう、それだったらもうタートルネックになんかタイトスカートみたいな、あ、はいはいはい、着物派だったわけよ。なんかドレスでこうなんか、うん、こうゴージャスタイプではなくって、はいはいはい、そうそうそう、のでもいましたよ、彼は。いました、いました。え、お客さんだよ。お客さんで、彼、うんうん、付き合った人もいる。ああ、やっぱそうなんだ。そうなんだよ。あるじゃん、全然。うん、あるんだよ。高く金使うんだ。そうだね。あっちゃうんだね。これさ、でもほら、逆として来てるじゃん。うん、で、金使ってるじゃん。うん、うん、うん。うわって思わないんだ。彼氏になったら？いやいやいや。要するに、客からこの彼氏になる変わり目とかっていうのは、うん。最初は客としてしか見てないわけでしょ、結局。うんうんうん。でもさ、これってやっぱり人と人だから、はい、うん、合う合わないとかいうのは多分、はい、あの、多少あるんじゃない？はいはいはい。で、プラス、うん、あの、あとは、お金使ったらいいの？いや、これはだから本当に逆パターンもあるじゃん。その女の子側がお客さんのこと好きになるパターンもあるじゃん。うん、だからもう店来なくてもいいから、みたいな人もいるしさ。あ、そうなんだ。そう。へぇ。あとは、こうやって本当にとても、うん、あの、例えば売り上げにね、貢献するって言ってくれてる部分で、うん、めっちゃ頑張ってくれてるっていうので愛情を感じて、はいはいはい、あ、こんなね、尽くしてくれる人はいないって言って、それと選ぶ人もいればさ。うん、だからもう、こればっかりはわからんよね。そうか。うん。面白いね。でも夢があるね、そう考えたらね。そうっすね。風俗だとどうなんだろうね。なんか風俗だったら、私のイメージだけど、うん、いやもうこんなことしないでって、もう俺がね、はいはいはい、幸せにしてあげるから、ね、うん、もうこんなことしないでって言ってあげるっていうのをこう、あ、はい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 、うんうんうん、頑張るから一緒にちょっとやり直そうって人生をみたいなイメージはあるかも。正直やっぱ風俗に、で働いてる方って、うん、私2パターン、3パターンぐらいかな、うんうん、思ってて、もう純粋に、まあお金に困ってる。はいはいはい。あとその低層観念がそんな薄いっていう、うんうん、別に、あ、これでこんだけ稼げるんだったらいいじゃんっていうパターン、うんうん、困ってないけど、いいじゃんパターン、うん。はい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 。あともう1個は純粋に好き。ああ、そういうのが。うんうん、もうそういうのが好きっていう3パターンだと思うわけよ。うんうん、ね、本当に、いやいや、もう借金でなんか親のね、かぶってとかだったら、やっぱり私が男性だったらさ、なんかどうにかしてあげたいってなるじゃん。なるなる。そういうパターンもあるんじゃない？そっか。でもこれ、キャバクラになるしな、なんか。うん。なんかさ、うん、この前行った人がさ、うん、一人で子供育ててるの、みたいな。はいはいはい。そしたらもう、じゃあ俺がなんとかするよってなるよね。本当に単純。男はマジで単純。もう私なんかどうやってでも生きていける気しかせんもん。確かにね。うん。でもさ、可愛くてさ、ね、ある程度やっぱ、そうだね。可愛いとかでも出してるわけよ。で、うん、そしたらもう、なんていうの？もう、じゃ、挟むかってなるじゃん。これ多分若い子に出せないよね。きっとそういうの。何若い子で、あ、いくつぐらいだったの？多分ね、うん、20代後半から。若いじゃん。でもほら、キャブクラって20代前半のイメージだっけ、俺。はい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 、はい。それからしたらやっぱ普天間とか、那覇のキャブクラはね、うん、若い子みたいな。うん、で、普天間とか小座は、ちょっと、うん、はいはいはい。はい、
そのシングルマザー世代というか。もうリアルにね、そうそうそう。だから余計、こう、なんていうの、うん、もうどうにかしてあげたいみたいなのは出るなと思ってさ、うん。うん。でもやっぱりこれってさ、まあ男性の気持ちもわかるのは、そうで、実際に例えば、子供で、ね、うん、サポートしたいから、はい、毎月お米送るよとかさ、はい、で住所を聞いてとかさ、はい、うん、でこうプライベートで遊んでる時に子供会わせちゃったりとか、うんうんうん、お客様にね、うん、とかも結構聞くから、はいはいはい、なんか本当にね、やっぱそういうところを狙っては行くんじゃない、男性的にはちょっとやっぱ近くに、あ、それで住所聞き出したりしてるの、あるあるある、すごいね、うん、酔っ払ってないのかって言いたいね。何が。だって酔っ払ってたらさ、俺も何もそういうのも何も考えきれないさね。うん。計算というか。うん。いやいや、計算できる状態でいて、記憶をなくすのはすごい。いや、できないでしょ。私でもね、昔に比べたら全然マシやで。うん。今。うん、まあまあ。うん、まあまあって昔なんや。そうでしょうね。昔はこのさ、シャンパンとか冷やすやつあるやん、ワインとか。うんうんうん、あの、アイスベールっていうのかな、うんうん、あれに氷入れて、うん、ウイスキーのボトルを全部そっちに移し替えて飲んでたか、うん、こうやって。いや、なんか酔っぱらってその中に携帯とか入れて、水没したりとかさ。海苔で海苔で。そのまま広島焼き食べたいって広島行ったりとかさ。わあ、いいね。うん。最高じゃん。ね。うん。そんなことしてたよ。いいね。いや、今考えたもん、そんなのね、うん、ないけども。確かに。でもさ、うん、なんていうかな。確かに今、ちょっと無理だよ、もう。だってさ、俺、二次会とかも行けないから、もう今は。眠たくなるんだっけ？うん。眠たくなっちゃう？眠たくなるし。いや、いいよ、それがでも。もういいよってなる。なんていうの？疲れてくるし。しかもさ、もう大好きな彼女も、そうそう。出だよ。だいたい迎えに来てくれるから。欲求がね、なんか別にそこに使わないよね。あ、なるほど。確かに。うん、あのさ、うん、多分さ、その、なんていうかな。そこで、ちょっと出会いとかがあれば、うん、2時、3時でも余裕で頑張れます、ね。はい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 。なんか、これ今ちょっと落としたいなみたいな、うんうん、確かにそれがないからかもしれない、うん、もう10人過ぎたらもう、うん、あの彼女のお尻で眠りたいみたいな、お尻で寝るんだね、ちょっとあれだね、ダンスあるんだね、なんか横にいてくれないんだ、下にいるんだね、そうだね、あ、そっちパターンか、ね、落ち着かんなこっちは上がってきてってなる、それはそっちか、そうね、そのパターンか。そうそうそう。だからそれかもしれない。私、あとね、ちょっと本当に思うのが、なんかこれはちょっと偏ってるかもしれんけど、うん、男性は推しに弱い。推し？うん。あ、女性もじゃない？でも低層観念は女性の方があるんじゃない？あ、確かに。うん。で、誰でもいいわけじゃないし。あ、そういう意味？そう。確かに。男性はやっぱちょっと誘惑されたらさ、うん、すぐだね。うん。もう顔がタイプじゃない。最初全然タイプじゃないけど、うん、あ、なんかちょっとおっぱうきしとか。そうだね。あ、なんかちょっとエロいじゃん、こいつ。みたいなやつでもうすぐじゃん。うん、すぐ。だから。しかも、なんていうかな。うん。その場限りみたいになるじゃん。それって。うん。うん、それがその場限りで終わらせるられるだろうし、あ、彼女にバレないと思うんだよね。あ、もう。ちょんばれよ。ちょんばれ。初めて聞いたわ。沖縄だから。全然バレてるよ。しかもさ、うん、そんないと思うんだよね。なんかバカだよ。いや、ほんとに。だから私、男性の人正直あんま信用してないもん。ほうほうほう。うん。例えばだよ。変な話。うんうん、私がめっちゃ、うん、ちょっと頑張ったら、うん、いけんじゃねってなんかわからんけど。大体は？大体はってか、うん、なんか。正直言って、カリンさんが頑張れば、うん、まあ、なんていうの、好きとか見せたら、なると思うよ。大体は。私はそれが例えば、うん、パートナーがいるとか言ってたら、本当にやめてほしいと思うけど、うん。一回試してみるか。今度。
どこまでいけるか。あの、なんだよ、ブラックメール送信みたいなやつ。カリンが誘惑して、どこまでいけるかみたいな。もう、別れさせ屋みたいになってるやん。なんか、送り込まれた人みたいになってる。まあ、完全に、ひふみさんとか、まあ、今来てる方々は余裕でしょうね。いや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 。でも、私は、あのさ、今キャラこんなだけど、はい、結構やっぱ真面目なんですよ、元が。確かに。そう。確かに。それはある、ね。そうそう。だからそういうちょっとね、なんか、うん、あ、普段はこんな感じじゃないから、まあ、意外とモテるんですよ、うん。まあ自分で言う人って大体モテないんだけど。自分で言う人って大体モテないんですけど。いや、まあモテてますからね。そうそう。それはしょうがないです。だからさ、なんかもう、本当にマジでしっかりしてって思う。そうね。じゃあ。誰でもいいんかってなるよね。試してみろ。いいね、うん、はい、ということで、はい、そろそろお時間。マジで、はい、どこ見てわかんの、これ時間今日。いや、僕がちゃんと調べてるタイマーしてんねや、はい、ありがとうございます。なんか今日本当にもう好き放題喋ったの。そうね、楽しかった ね楽しかった。こういう回もいいね。おすすめどこ行ったっていう。もう男はもうちょろいせ見てて、覆ってるからね。そうそうそう、いいです。男はちょろいし、うん、バカだよね。ダメだよ。だから、もう、それが可愛いのか、素直で。うん、嫌だな。どうしたんでしょうか。はい。さあ、ということで、はい、今日の回以上でございます。はい。楽しかったです。皆さん、ありがとうございます。はい。じゃあ今日はね、ノーゲストで久々だったけどもね。そうね。また来週、可愛い子ちゃん2人来るので。再来週？再来週か。再来週。うん。あの、のこきます。お楽しみに。再来週もよろしくね。今週もありがとうございました。さよなら。え、マジ？かわいこちゃん来るの？うん、かわいこちゃん来るよ。誰？ね、台湾ハーフの女の子と、もう一人はモロッコハーフの女の子。同じよ。うん。若いんだけどね、なんかしっかりしてるよ、二人と。素晴らしい。ビジネス関係でなんだっけ、ビジネス関係とかこう、海外マーケティングみたいなので。あ、その、台湾のハーフの子は、うん、海援祭茶は、名護の大きい花火大会何やったっけ。名護？名護。ああ、あれ？名護。海洋博？海洋博か。うん、の、中国語サブで、司会したりとかした。すごい、うん。めっちゃ頑張り屋さんですごい。かわいい。うん、かわいい。かわいいけど、チャキチャキキャラ。あ、うんうん。皆さん、再来週。うん。センベロカリー、楽しみにしててください。30代、前半の本当に、頃合いのいい女子が2人来ます。ありがとう。今度さ、だからまた、この、うんうん、なんていうの、ゲストいないときに、またこういう話しましょうか。うん、ね。下世話の話。ね。いいよ、この下世話がいいんだよ。センベロだからね。センベロだから。いつもちょっとバーチックになってるから。そう、最近ね。うんうん。うん、まあ、しょうがない、これゲストいるから。うんうんうん。うん。でも、先週はキャバクラだったけどね。ね。あれはね、楽しかった。あ、待って、明日あれだよ。達也さんの。だからよ。いけないの？あ。そば。終わってからね。24時間。行く行く。ね。なんだっけ、待って。お、そば。三色丼。あ、明日できるよ。お、何時から？終わってすぐ行く？2時でしょ。うん。行こう。終わってすぐ行く。うん、もうミーティングもないから。お、そうなんだ。そうそうそう。じゃあ、かなちゃんとかみんな行けたらいいね。ね。はーい。行きましょう。でもね、そう、なんかもともと石工風でって言ってて、とっても美味しい。中井さん、場所どこへん？三色丼だから。三々丸沿いって言ってたよね。あ、そうなんだ。行ったことないんだよな。皆さん、明日沖縄そばの日です。うん、そうなの。愛知にいる人も沖縄そば食べてください。いいね。うん。あ、ほんまや。ほんまや。三々丸までちょっと入ったとこだから。ダイソーの手前だ。へぇ。力いったら近いね。左っか？うん。だけどちょっと入ってるからさ。ちょっと入ってるから。でも社協があるところでしょ、これ。そうなの？あ、わかんない。違うか、ダイソーか。ダイソーの手前。あ、三つ輪の向かいらへんだって。
あんあんとか。あ、いいね。ね。行きましょう。なんだっけ、あの子に会いに行こう。女の子に。あ、まや。何だっけ。愛理ちゃん。あ、そんなだった。ぽいよね。そんなだった。うーん、何言ってんだ。